ばんは。お疲れ様でした。今日も一日暑かったですね。6月20日、今日は30度ぐらいなんじゃないかって近所の人が言ってましたよ。はい、私は今日一日これを飲みながら頑張ってました。はい、これはね、ミネラルウォーターに夏グミ、ちっさい赤いグミなんですよ。あとそれからアップルミントの葉っぱを入れて、そして黒酢がちょっと入ってます。これを飲みながら、今日一日お仕事してました。何をやってたかっていうと、今日はですね、さくらんぼとぶどうに酢を散布してました。酢っていうのは200倍ぐらいから500倍ぐらいに薄めて私は散布するんですけど、特定農薬っていうことになってます。使ってもいいよっていうことですね。はい、それを散布してました。あとそれからお野菜セットを作って、さっき発送を済ませました。で、今戻ってきたところです。でね、この前植えたじゃないですか、古代米。ちゃんと着床してますよ。ほら、あ、これは6番なんで、1番出てますね、たくさん。2番、これは2本ぐらい。3番、4、5本。4番、ほら、この前のこんな大きくなってる。植えたのこれまで、こんなちっちゃいですけど。ところがですね、5番たくさん入れましたって言ったやつが、なんかね、ちょっとうまく着床してませんね。で、6番が、これはどうなんでしょうね、わかりません、楽しみです。でもこのやり方はバケツだから通用するんであって、普通の田んぼとかだったら鳥に食べられちゃうとか、風が吹いて移動しちゃうとか、大雨でなんかぐちゃぐちゃになっちゃうとか、そういうことになっちゃいますよ、きっと。で、こっちにもやってみました。ちょっと不安だったので、こっちはね、埋めたんですよ。はい、1番、2番、おや、水がない。なんでしょう、穴が開いてんのかな。これシートなんですよね、シートを。で、土を、あ、3番出てません。4番出てます。5番、はい、出てます。6番も出てますね。はい、あれ、2番と3番どうしたのかな。これ2番はおかしいね、これは水がないのかな。はい、ということですね。バケツ内の報告も終わったし、じゃあ今日も一日暑かったですね。お疲れ様でした。